赤座、お前には失望した。まさか柱でもない剣士から一撃を受けるとは、上弦の三も落ちたものだな。龍太郎は負けると思っていた。案の定、妲己が足手まといだった。まだ確定していない情報を危機として伝えようとするな。ああ、あれはたまたま安く手に入ってだな。序列の乱れ、引いては。いやしかしだよ、国志望殿、申し込んだところで赤座殿は我らに勝てまいが。いやはやお元気そうで何より、90年ぶりでございましょうかな。巧妙に姿を隠している。お前も知りたいのか。いいだろう。